ファイトソング第5話。春樹にとって恋の取り組みは、事務所との契約続行がかかった大切な一曲を仕上げるための手段に過ぎなかった。花江もそれを承知で恋の取り組みに同意したわけでしたが、花江の手術日と同時期だと思っていた春樹の曲の期限が突如早まってしまった。花江が爽快に空手をする姿を目の当たりにした春樹の脳裏には、これまで思い浮かばなかったのが嘘のように次々とメロディーが溢れ、なんとか期限内に曲を作ることができたが、結果は思い通りにはいかず、事務所との契約が終わってしまうことに。となると、花江との恋の取り組みは？今回の第5話は、春樹の契約終了とともに、恋の取り組みも終止符を打とうとする中、花江は恋愛ごっこのつもりだったと頭では分かっているものの、本心では相当落ち込んでいた。春樹に最後のお願いとして、花江は歌を聴かせてもらい、自身の気持ちに区切りをつけた。慎吾は落ち込む花江を誘い、キャンプに行き、ガチの告白をしようと決意していたが、事務所から期間延長の猶予をもらった春樹がやってきて、先に告白しました。いろんな感情が押し寄せ、花江が答えに詰まっていると、すべて聞いていた慎吾がすかさず間に割り込み、勝手に断ってしまいましたね。次回第6話は、キャンプでの告白を機に、花江、春樹、慎吾は秘めていた本当の気持ちに向き合うため動き出すことに。そして春樹は花江に対する気持ちが恋だと自覚すると、楽曲制作にも力が入るように。慎吾はというと、春樹に対するライバル心も強まってか、今までもこれからもずっと花江のことを守り続けると、改めて心に誓うようです。そんな中、ひょんなことから、花江と春樹は遊園地に行くことになった。純粋に花江とのデートを楽しむ春樹だが、デートを満喫する反面、花江が思い出作りをする理由を明かしてくれないことに疑問を持ち始める。再び恋が動き出したことで、三人の思いは交錯するが、そんな中、慎吾がキャバクラに通っていたことが判明。リンすらも呆れ果てる始末。花江は慎吾の様子に違和感を抱き始めるが、そんな最中、慎吾が突然倒れてしまう。溢れる恋心、花江は一体どうするのでしょうか。これまでのお話では、二人のうぶな恋愛模様を中心に描かれていましたが、今回のお話からは少し段階が進んだようでしたね。はじめはお互いのメリットのために始まった、いわば疑似恋愛だったのが、いつしか花江の心はすっかり春樹に向いていたというのが今回の大きな流れでした。以前はまるで恋人は空手とでも言うかのように、一筋に打ち込んできた彼女は、それを失い、大きな穴が開いていたけれど、そこに現れた春樹によって、自分でも知らないうちに、少しずつその大きく開いた穴を埋めてもらっていたのかもしれないですね。しかし、そこで一番に思いつくのは、慎吾の悲しそうな顔ではありませんか？花江が空手を始める前から出会い、兄弟同然に育ってきたのに、彼には、花江の心の穴を埋めることができず、それどころか気持ちにさえ気がついてもらえない日々をずっと過ごしてきました。とても不憫に思います。さらに連鎖反応のように、そんな彼に好意を抱くも、花江に片思いしているのを知っているからこそ、思いを隠し続けている凛もまた切なすぎますよね。それなのに、そんな三人でキャンプに行った今回のお話では、隠れた恋心が虚しくも炸裂していました。リンの男前な姿は
潔くもかっこよかったですね。いよいよドラマも中盤に差し掛かり、恋模様だけではなく、花江の耳のことに決着をつける日が迫ってきているようです。屋上で春樹の歌を聴くときに、最後と言っていたのは、この時点ではきっと恋ではなく耳の方ですよね。以前のお話では耳のことで、医師の話を一緒に聞いてくれる人を連れてくるように言われていた花江ですが、症状をずっと隠し続けている彼女は、一体誰に頼むのか気になります。悩みに気がつき、何かと気にかけてくれているハウスクリーニングの顧客である杉野になるのでしょうか。春樹との関係が回復すれば彼なのか。それとも幼馴染の慎吾？同じく幼馴染で頼れる姉貴の凛か。施設長の直美は彼女らしさで全力で全てを受け止め、気持ちすら共有してくれそうですが、両親を亡くし、施設で育ったと聞くと、マイナスなイメージを持つ方も多いと思いますが、このドラマでの彼女は、決して一人ぼっちではないことが頻繁に描かれています。大学のサークルでの空手仲間にしても、怪我で去っていった後も慕っていました。ここまで周りの人から愛されている花江。それでも耳のことを自分一人で抱え込んでいます。彼女の耳のことを考えた時の表情の暗さを見ると、辛い気持ちと誰かに言っちゃいなよというおせっかいな気持ちでつい見てしまいました。話せばすっきりすることや気持ちを分け合うだけで安心できることもあるはずですよね。そして花江がいない場面での直美、慎吾、凛、佐古の会話は面白かったですね。直美の構想はまさに恋愛ドラマの王道のような展開となっていて、実現してほしいと思います。最終回に向けた伏線だったらいいのになぁと思ってしまいました。それが実現するには、マネージャーだった由美子の協力が絶対となり、密かに春樹を思い、花江を恋がたきとする彼女の協力は非現実的ですね。今回のお話でも背中を押してくれた薫が、今後もいいアシストをしてくれることを祈りたいです。薫が背中を押したことが功を奏したかはわかりませんが、春樹は予定通りの2ヶ月間、猶予を先延ばししてもらえることになり、急いで花江の元へ向かう姿はかっこよかったですね。そのまま慎吾を差し置いて告白までしましたが、この時の慎吾こと菊池風磨さんからは、許せないとフジテレビ系列の某ドッキリ番組の名台詞が聞こえてきそうでしたね。いよいよ本格的に恋が走り出すことになりました。次回第6話は2月15日放送です。ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。